三門願い障子は、岐阜県不和郡軽井町平尾にある、浄土新州東本願寺派の寺院。平尾母母を願い障子と称される。文紀二年、本願寺発生発祝、連尿の六難で、長島願章寺を開いた連順により、新徳寺として回帰された。また、本願寺が東西に分派した際、美濃国安八軍、三塚村の新徳寺も東西に分かれ、京坂へ、 純坂への兄弟は、三塚新徳寺に残って、西派に属し、末帝の栄樹が、不和軍、平尾村に移り、平尾新徳寺を建て断然長男の本願寺中に、政教所に着き、東派に属した。栄樹は、慶長年間に、大垣藩主、石川忠久ぶから大垣中町に、寺地を寄進され、新徳寺通称を創建している。あるいは、連中の次男民、 行の次男将堺が、織田信長の長島攻めで、長島岩生寺が、落城断絶した後、西見の門との梱包により新徳寺を改装したとも、言う。なお、はじめは、不和軍は赤坂村にあり、文禄五年九月から慶長十二年十月までの間に、平尾村に移ったとも見られる。慶長十九年、本山の命により、平尾新徳寺、再延寺、仙 活字、東学坊、英徳寺の五家寺が西見の松寺を統制する触れ頭とされたが、元六七年には新徳寺一家事のみと改められた。他の四家寺は触れ頭の継続を本山に陳情し、新徳寺が触れ頭であることを良しとはしなかったが、教法三年には新徳寺は不況の中心である家け書となり、平尾坊と称されるようになった。安永二年五月、 九世魔皇の時、伊勢長島岩生寺の寺跡が久しく、断絶しているのを憂いた東本願寺十九世、保守上女のお命により、新徳寺を岩生寺と会合された。一家集として、自覚もますます高くなり、西美野の所寺は本山と本願寺に不服を訴えたが、翌3年11月には、本山が岩生寺触れ下の三百余の寺院に対して、訓戒を下した。 翌4年には、なおも不服を言う再演時の検圧師と、表左方向時の研修に、岩勝寺との和解を命じ、国元で20日間の平門を命じた。一方、英治が創建した大垣中町の新徳寺通所は、官営元年3月に天馬町に移転し、安永2年に、新徳寺が岩勝寺に会合されたのに伴い大垣がかり、諸岩勝寺に解消した。大垣藩は、 この大垣掛け書を、藩内の新州寺院の統制の中心にしようと、岩生寺から分離し本山の直接支配とするよう、何度も嘆願したが、本山はこれも許可しなかった。しかし、開5年8月、藩主と打し清は、岩生寺の承諾をもって、老いの大井正る将を、大垣掛け書の住職にすることを本山と本願寺に、上申し、同年10月に、本山は、 大垣掛け所を、御房閣か掛けとして、事業を開け戦時と改め、勝勝を住職に任命した。勝は東本願寺二十一世保守現所の有志とされ、万円元年に特度して、東本願寺連氏に準ぜられた。これにより、開戦時は岩勝寺に代わって、性能の東本願寺祭りの総取り締まりとなり、勢力を強めることとなったという。 1979年、岩礁寺は新州大谷派より自画、12月3日から8日まで保温校が行われ、かつては、西能各地から多くの参経者が集まり、境内にはサーカスや見せ物、露店が並んだ。太平洋戦争前までは12月上旬の中日は、付近の小学校は半頓となった。なお、甘いものがなかった時代、 ごぼう参りの人々は家の軒先に吊るされていた雨干しを買い求め、土産としたので家々は雨干しを家の前で小売りするようになり、1960年から61年頃までは経済連が中心となって盛んに出荷もされていたという。母大獣、ありがとうございます。